10円硬貨ギザ十ギザ十昭和27年昭和29年生ギザ十とは日本で1951年から1958年にかけて製造された10円硬貨を指す硬貨の円に多数の溝が掘られておりギザギザになっていることから広くこのように呼ばれている硬貨の周囲のギザはコインの周囲を削り取って地金を盗む行為を防止する目的で かつて金貨や銀貨に施されていた刻みを真似たものである。効果の縁に刻み目をつけることを考案したのはアイザック・ニュートンだという。銅貨や白銅貨は地金の価値がそれほど効果ではないため装飾以上の意味はない。このギザは同時代の他の効果でも見られ、1948年から1949年の五円効果。 1948年から1950年の1円硬貨等に存在する。このギザ10は発行開始当時から1955年8月までは最高額面の硬貨であり、当時流通していた10円のすぐ上の額面である50円の法定通貨は日本銀行券の B50 円券であった。1955年の50円硬貨や1957年の100円硬貨の 登場により、手触りだけでは紛らわしくなったため、1959年以降の10円効果では、ギザは廃止されている。ギザ10は、その識別の容易さから、従来コイン収集の対象とされてきた。価値としては、実際の取引市場において、その発行枚数の多さゆえ、未使用品でない限りは、全く取り合ってもらえないのが現状である。すなわち、並品の場合、 発行枚数2500万枚と少ない昭和33年名のものが一部プレミアをつけて販売されることはあっても、買い取りの際には取引対象とされない、あるいは額面通りとされるのが普通である。そのため、価値を求めずに、趣味のためにギザ銃を収集している人が多い。著名人では、セインカミ加入が趣味であることを公言している。昭和26年製造の10円効果は、 表面の鳳凰堂の屋根上にいる鳳凰の足がやや長く、尻尾が上を向いているなど、デザインが異なる。また一時期、同年のコインには、金が混入しているとの噂が広がり、この年号のギザ10をこぞって集めるという賃現象が生じた。そこで、昭和26年目の金混入率を、東京大学理学部で調査したところ、0.0004%だったという。 これは貴金属価値を持つというのにはほど遠い量である。また、現在では流通量そのものが減少しており、自然な売買などで入手することも滅多になくなってきている。最近の自動販売機では偽造効果使用防止の観点から効果の検知精度を向上しているのでギザ10の効果投入を受け付けないものもある。これはギザ10の質量がもともと通常の10円効果よりも、 若干軽いことに加えて懸念により摩耗し、通常効果との質量差が大きくなっているためである。日本貨幣カタログ2011年版による。ここでは、日本の効果のうち、戦後発行の延単位のもののみを示し、記念効果は含まないものとする。ありがとうございます。